ねえシクル、自分の従者が剣を身につけようとしてると知ったらナコルルはどうすると思う？しかも至寒なカムイ流刀武術、それを私から習っていると知ったら怒るかしら、それとも悲しむかしら、それとも私を殺したいと思うほど憎むかしら。ミカト、よかった。お帰りなさい。いいのよ、大変だったでしょ。そんながっかりした顔しないで、ミカト。私まで寂しくなっちゃうから。あ、そうだ。無事に帰ってきたご褒美に、綺麗なもの見せてあげましょうか。ちょっと寄り道することになるけど。Thank you.
ら。急いで晩ご飯にしましょうね。おお、ナコルル、今お帰りかい？ええ、今日皆さんには大自然の恵みはありましたか？見ての通りだよ。この時期は山の天候も変わりやすいからね。大変ですね。無理なさらないでください。今年の冬、狩りは不良。このままじゃ春までギリギリの生活になる。なんとか巫女の力で明日の天気を良くしてもらえんかな。ごめんなさい、私には天気を変える力なんてないから。ですが、天気を知ることならできます。精霊に聞いてみましょう。おお、そりゃありがたい。ぜひお願いします。精霊よ、少し力を貸して。安心してください。明日は大丈夫だと精霊たちが言っています。本当ですか？さすがナコルル様、巫女の言うことなら間違いない。分かっております。よし、明日はみんなに新鮮な食べ物を持っていける。味方、行きましょう。ただいま。おかえり。
リムルルにお風呂を用意してもらったから入ってきなさいな。あったまるわよ。なんて一番最後でいいよ。姉さまが先に入りなよ。リムル、意地悪しないの。だって私、姉様のためにお風呂沸かしたのに。ねえ、ちょっとあんた。姉様がああ言うから先に入れてあげる。でも後で姉様が入るんだから絶対に汚さないでね。船に髪の毛なんか浮いてたらお湯を入れ直してもらうからね。わかった？お湯が熱いうちに一緒に入っちゃおうと思ってさ、せっかく自分で入れたんだし。なんだよ、背中の流しっこしようよ。いいから言うことを聞く。ねえ、ミカト。あんたのことはまだちょっと気に食わないけどね。でも、姉様が…あんたがいるととっても嬉しそうなんだよ。だから、一人前の従者としては認められないけど、家族みたいなものだと思ってやるわ。だから、お風呂に一緒に入ってもおかしくないでしょ？ま、あたしの弟分ってとこね。いい？これぞお湯の精霊の力を利用した必殺技ポップリムゼ。
そうとも言う。でも怒りません。あの声は姉様とチャランプラン男。ヤンタムーだよ。あいつ軽口ばっかり叩くでしょ。今から遊びに行くの？こんな夜遅くに？まあいいじゃん。星空を眺めながら二人の未来について語ったりするのもおつなもんだろ。非常識ね。俺に世間の常識は通用しないぜ。そんなことで威張らないで。だって硬いな。ナコルルも昔みたいにパーッと遊べばいいのに。そんなこともうしません。おいおい、昔のナコルルはもっと付き合い良かっただろう。旅に出てる間に変わっちまったな。あなたこそ昔のような真面目な人に戻ってほしいわ。私が旅立つ前のヤンタムに。俺はいつも真面目だって。女の子を誘う時もナコルルを夜連れ出す時も。むっかー、あいつ姉様を連れ出して何する気？チャランプラン男め。なんかちょっときついね。珍しいな、姉様のあんな声初めてだよ。うん、私のぼせてきた。味方？そんな薄着で外にいたら目覚めしちゃうよ。温まったからって
油断したらダメよ。お風呂上がりが一番風邪をひきやすいんだから。じゃあ家に入りましょう。